来ましたよ、この企画が。見たらわかるでしょ、これバブルサッカーやりますよ今日。ということで、元サッカー選手対現役ラグビー選手ということで、早速選手紹介、元サッカーチームからいきます。坪井さん。はい、どうもバブルサッカーの申し子、坪井健介です。あと近藤岳さん。どうも、バブルサッカーだけなら活躍できる近藤岳人です。そうで、ラグビー、現役ラグビーチーム早速紹介します。あっち、はい、こちら現役ラグビーチームです。畠山選手。はい、どうも、バブルだったら見てられる畠山です。金選手。はい、お願いします。ね、はい、狙わないといけないですけど、ちゃんと戦うにはね。ちょっともうこれは余裕っすよ。まあまあまあ、土俵がサッカーっすよ。フィールド見たら基本的に足でね、扱う。確かに、だって筋肉しかないっすよ。言ったら筋肉、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 まあ筋肉バカだからね。ノブカバ。よし、作戦よ。それフィジカル全面でしょ。ラグビー選手、ボールはもう無視。ボール無視。ナイス、ナイス、はぁ、よし。やっぱドイツサッカーは正しかったんだね、やっぱ激しく当たりに行くっていうさ。パス回し通用しねえな、あんまり。これあるぞ、僕入ってます。確か途中からサッカーチームが、サッカーチームが シンプルに空気が薄いです。ないから最高、気持ちいい。これがサッカープレーヤーの実力だ。あ、来たぞ。いや、横からやったぞ。どうした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 めちゃくちゃ。ガッシャン、ドリブルで、あれ、クロだ。消去したよ。消去したよ。消去
ナイスディフェンス。ナイスディフェンス。今のはいいよ、決まった以上。前半なんとも追いつきたかったね。今のすごい、追いついた、追いついた。いや、ちょっと今よかった。いや、5分短いかなと思ったけど、いや、ちょっと待てますわ。これしんどいわ。これだったら勝てるかも。体格差関係ない。そうなんだよ、そうなんだよ、マジで。世界に、そりゃ、座るか。使ってく。キャー。うわー、うわー。ディフェンス。ショーケン前、前。うわあ、やばい、前。ショーケン前。よし。はい、どうだ。ゲイスケ。さあ、ゴー。どうだ。引く、引く、引く。うわ、引く。ファウルでしょ。ダブル。ケンちゃん、シュート、シュート、シュート。タピの生徒、タピの先に。よっしゃ。長いな。よっしゃ。完璧に崩したな、最後。完璧崩した。完璧。ということで、ダブルサッカー対決は、このサッカー選手チームの勝ちです。余裕だったね。余裕でしたね。余裕、余裕。余裕。いや、ちょ、しっかり、まあ、しっかりサッカーしてきた。なんか、なんかやらしくない。途中から気づいて、気づいてですね。人に来るから、ボール動かせば。なるほど。もう、体格差抜きで楽しめるので。そう、だから皆さんもぜひバブルサッカー良ければ、この暑い中は厳しいですけど。確かに、朝一。ということで、まあ今回の勝はサッカーチームの勝ちということで、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、出たら負けってことで、いきますよ。よし。